明けましておめでとうございます。おめでとうございました。本年もよろしくどうぞ。こちらこそよろしく。いや本当にお正月らしいですね。こういうものをその伝えてね、してまた若い人たちがそれをまた育てて、いいですね。そうですね、自分のふるさとっていうのか、そういうものを大事にしようという気持ちがこういうところからもやっぱり出てくるんじゃないだろうかと、こんなふうに思っておりますけど、みんなのそのなんていうんですか、コミュニケーションっていうんですかね、そういうもののに役立つ、そうです、そうです。私もね、今日お正月らしいものでね、ちょっと駒をね、あらあら、キジ逆の駒を持ってきたんですけどね、まあ、今日は区長さんと一緒にね、ちょっと駒を回して遊ぼうかなと思ってきたんですけども、これまた珍しいもの、私 の, あの友人 の, あの記事師がいるんですけども、その方の作品なんですけどもね、これよく回るんですよ。これはよく回りますね。それは江戸駒をずっと作ってらっしゃいまして、代々も4代目ですけども、よく回ります。大きいのもございますんですか。大きいのもありますね。こんなちょっと大小、これはね、どんな幕もありますかしら。どうか、これはね、鳴り駒と言いましてね、はあはあ、鳴ってましたでしょ。ビュンビュン鳴ってます。この建物はとても綺麗な、本当にいい建物なんですけども、もともと古い建物をここに移築いたしまして、それで去年の4月から皆さんに使っていただいているんですけれども、この公園においでになる方々がですね、お休みになったり、それからお茶の会だとか俳句の会だとか、そういうところでお使いいただけるようにということで、こちらを手入れをいたしたわけですけれども、精神堂っていう名前は日本画の高山達夫先生がですね、お付けくださいまして、でその前に向こうにもう一つ向こうにあります日月庵という茶室がございますけれども、井上康先生がお付けくださった、で井上先生も大変お好きでしてね、時々茶室を訪れてはいろんな、瞑想にふけてたりしたことがあったんですけど、そういう憩いの場所というだけじゃなくて、文化 の, その活動の施設としてね、ということは本当にいいことだと思いますね。やっぱり文化っていうのは心の問題でありましてですね、何かできたからいいというものでもなし、形やなんかにとらわれるんじゃなくて、そうです、目に見えないものの中にやはり僕は文化があるんじゃないかと思うんですよね。世田谷の文学館という建物が今度できるというお話を伺ったんですけれども、平成7年に、オープンしようということで今準備を進めておりますけれども、世田谷はやる近代文学のこう宝庫と言われるぐらいに、その作家の方がお住まいになっていらっしゃいましてね、私ども今勘定してみるだけでも500人近い方が何かの関わり合いを持っているという、こういうところでございます。でそういうようなものを一つの材料として、その文学館に収めてですね、住民の方々にみんなに文学に親しんでいただき、で文学を愛していただきですね、そういう中から心を豊かにしていただくような、そういうようなものにしていきたいと、こんなふうに思っているわけですけど、私も大変に期待しております。実は私はこの10年くらいの間にですね、近代文学の中の、夏目漱石、山本雄三、我が愛というシリーズでですね、舞台化しまして上演してきたんですけども、そういう意味でもですね、この近代文学その宝庫からですね、作品を掘り起こして舞台化していきたいと思っていますが、加藤さんよくお芝居に近代文学を取り入れていらっしゃるいますけれども、正月の公演というふうになるわけですか、今度の公演は。はい、もう正月ですから、あと、3日後ですから、大変に緊張しておりますけど、森鴎外の舞姫を中心にしましてですね、舞姫エリーゼのためにというタイトルで、エリーゼを本当に森鴎外は、捨てたのかと、この森鴎外100年の謎に、迫ろうという、そういうタイトルでですね、上演しようと思っております。そうですか、はい、それはもうご期待申し上げておりますよ。加藤さん、テレビではよく拝見させていただくわけですけれども、大岡越前が何と言っても多ございまして、とてもみんな楽しみにしておりますけれども、大岡越前ももう
23年目になりまして。ああそうですか。大海地点という方も大変にあの土地のその市民のですか、その市政の声をですね、本当に聞いて、そして祭り事をしてたというんですけども、区長さんも区民の声を本当によくお聞きになって行政なさってるということで、区長さんのご本をですね、拝読しまして、とても親しみを感じました。いや、ありがとうございます。加藤さんは御前崎でお生まれになられたという話ですけれども、はい、静岡県の御前崎という、海とそれから富士山ですね、お茶畑あるところですけども、世田谷からも富士山が見えますね。だもんですから、ほっとしてると富士山がないとなんか寂しい気がしますね。世田谷は本当にでも緑がまだまだ多いですから、そういうことでは、この国にいてよかったなと、ここへ帰ってきますとほっとするんですよね。やっぱり自分の住んでいるところに帰ってきてほっとするというところがいいんじゃないでしょうかね。加藤さんはお休みの時はどうなさってらっしゃいますか。そうですね、日曜日というのは私は休むようにしてるんですよ。子どもたちが学校は休みですしね、できるだけ子どもと一緒にいる時間を長くもしたいと思いましてね、子どもになって遊びたいんですけども、そういうことで日曜日を休みにしているんですけれども、副長さんはどんな。私は絵を描いているんです。いいですね、はい、でも私どもは日常忙しいものですから、何かこう節目節目にですね、こう絵でも描いていないと、なんかこう句読点がない文章みたいになっちゃうんですから、僕も絵も好きで、もちろん描くこともしましたけども、見るのが好きなんですよね。水彩ですけれども、区長さんは油ですか、はい、本格的な二人で二人展でも今度やってみましょう。この羽根木公園というのはですね、梅の名所になっているということなんですが、で梅祭りというのは春一番に行うわけですけれども、大体20万人ぐらいの人がお集まりになりますんです。そんなにですね、はい、梅の木にすると大変悲鳴を上げてるわけですあんまりたくさんの人がもうおいでになって、から近所の方々もみんなが参加して甘酒の小屋を作ったりですね、サービスをしてくださるんですよ。でそれが大変評判がようございまして、みんな喜んでおいでになるとこういう。私も50を過ぎまして、高齢になってきたんですけども、区として区長さんはどういうふうにこの高齢化ということをお考えになっていますか。大変大事なことでございましてですね、誰でもこれ年を取っていくわけでございますから、世田谷区の中で65歳以上の方が10万人近くいらっしゃるとこういうふうになっておりまして、これから21世紀に向けて4人に1人は高齢者の方になるんではないだろうかなんて予測されておりますけれども、ただ私どもは高齢者といってもご丈夫な方もいらっしゃるし、から体の具合の悪い方もいらっしゃるし、それ相応に対応していかないとですね、うまくないもんですから、私どもその一生懸命、高齢者対策ということについては力を入れているわけです。ただそういう福祉のこととかっていうことだけじゃなくて、はい、産業とか、はい、ですから教育とか、はい、そういう都市づくりの都市のスタイルからやっぱり変えていかなきゃいけないっていう問題になってきてるんじゃないでしょうかね。全くその通りですね。話はちょっと飛びますけども、昨年の11月にオーストラリアと、はい、都市の姉妹都市提携をなさったというんですけど、はいはい、オーストラリアのバンバリーというパースからちょっと奥へ入ったところでございます。西側でございますけど、インド洋に面したとてもきれいなところで、人情と誠に豊かなところでございますもんですから、子どもたちがまず向こうに留学ような形でですね、大勢の子どもたちが行って過ごしてきたり、それからそういう市民の交流があってですね、じゃあ姉妹都市になりましょうよというお話を申し上げて、向こうでも気持ちよくですね、去年の11月ですか、市長がおいでになって姉妹都市のサインをしていったと、
こんなことでもうこれからの時代ですからやっぱり政府間での協力協定みたいなものはたくさんありますけれども、それと違った意味でね、地方自治体あるいは住民の方々がそれぞれ仲良くしていく国際的なつながりを持っていくということが大事なことではないかと思っておりますんですが、ますますやはりそういうことで、そういう提携する都市が多くなりますね。はいはい、加藤さんも俳句が大変お上手だそうでございまして。いやいや、もう抱くばかりです。春のことですから、この環境もよろしいし、一句ここで、書いてみたらどうでしょうか。つまらない句ができましたけれども、見ていただけますか。日だまりに早ほころびししだれんめというふうにできたんですが、結構ですね。私の方は手のひらに初春の富士乗せてみる。富士山が好きだもんです。いや結構ですね。それはどうも。お正月らしくてよろしくございます、ね。今日に自由で柔軟な発想をお持ちの素敵な区長さんにお目にかかれて本当に嬉しいございました。いや、もう恐れ入ります。そんなことを言っていただくと、大変今日はお忙しいのに本当にありがとうございました。